物音が聞こえれば向こうに誰かいるのかしら、それともとなってますが、向こうに生存者がね、一人、唯一の生存者がいます。で、これブレーカー落ちてるんで、まずブレーカー上げてから、こっちの、まあ、この動画ね、あんまりその、まあ、知ってるよって言われればね、もうしょうがないんですけども、まあ、まずアップ。で、アップしたことにより、これターンで、これまず回す。で、回して、で、次に、ここの、ここ早送りしてるかもしれません。この、引き戸を排除して、で、ここを通れるようにして、で、次に確保するのが、まあ、これターンですね。いや、ターンの前に、ちょっと見せたいものが、見せたいものというか、まあ、一回ダウン挟んで、このトランクの中にですね、まあ、これ取らなくてもいいんですけども、まあ、一応ね、まあ、見てもらいたいと、これトランクの中に、またショットガンの弾があります。まあ、これは捨てといて、まあ、スラッグっていうショットガンの 最強の武器なんですけども、まあ、これいらないんで捨てまして、まあ、入ってますよっていうね、やっぱそれだけなんでね。あ、やっぱりグダるかもしれないですけど、まあ、早送りでね、ちょっと知ってる方にとっては今ちょっとつまらない感じになってるかもしれませんが、申し訳ございません。さっき金具を外したことにより、ここが通れるようになって、なおかつこういう感じになってるっていう感じですね。で、ここで、ロックを解除します。でだ、そしてだ。まあ、こっちでイベントになります。イベントはカットせずにいきたいと思います。で、これ唯一のこの生存者ですね。ダグラスっていう。この人は、元軍人じゃなかったな。元なんかハンターかなんかで、今はね、この人はあの、片足をね、地雷で失ったか何かで、片足が今ないんですね。だから義足なんですよ、片足が。だから、本当は強いんですけども、強かったんですけども、銃のね、コレクターの人で、結構銃器とか集めててね、いろいろ結構強かったんですけども、今はね、義足になってます。地雷でね、片足を吹っ飛ばされたっていう。まあ、ブツブツ言ってますね、この人。で、クリーチャーがこの辺にもいる。ああ、うじゃうじゃなっていう、こう、余裕をかましながら答えている。ところを見ると、この人はなかなかの使い手なんですけども、あんまりこのストーリーにはあんまり協力はしてくれません。協力はしてくれるんですけども、モンスター退治に関してはね、あんまり協力はしてくれませんね。この人はあの、車をね、なんかいじったりとか、重機をいじったりとかね、ガラクタをいじったりとか、もうそういうのが好きなんですよ。っていう昔ながらのね、僕の近所にもいましたね、一人。うん。まあ今もいますけどね。なんかこういうガラクタ集めてる人いますよ。英語。アヤかどこかで聞いた名前だなっていうのか、アヤはね、あの、パラサイト1の話になるんですけども、結構な有名人なんですよ。でも、アヤ自身はその過去を隠しているみたいな感じですね。で、こっち、向こうには行けないんで、こっちとりあえず鍵を手に入れたことにより、敵がまた再配置されてますので、それを倒しに行き、倒しつつ、モーテル6号室の鍵もらったんでね、モーテル6号室に向かいたいと思います。どっちだ？どっちから行く？こっちからか。こっちから行くか。でもこっち。とりあえずセーブポイント確保したいんで、セーブポイントの確保に行きます。まずは。よしよしよし。とりあえずここ倒せばセーブポイントですね。死ぬわけにはいかない、ここで。死んだらまたカットの嵐だぞ。ああ、お前らか。ああ、こいつらか。初登場の敵ですね。ちょっと厄介なんですよ、こいつら。若干ね、めんどくさいんですね。めんどくさいというかね、ハンドガン使えれば余裕なんですけど、トーンファなんでね、結構苦戦しますね、これ。だから早送りしてるかなと思います、これは。あとこいつの死体のスライドは近づくとダメージが出ますので、
一発前の動きしなくて、もう一秒前の動きしなくていい状況の中で戦っております。終わりました。ちょっと時間かかってしまい申し訳ありません。確実に倒したかったのでちょっと慎重になりましたね。やっぱ一撃死っていうのはやっぱりちょっと怖いですよ。なんでもね、一発当たれば終わりっていう状況はやっぱ怖いですね。ノーダメージとかでね、なんかゼルダの伝説とかね、ノーダメージでやってる方僕見たことあるんですけども、やっぱその緊張感っていうのはやっぱこういう感じなんだなっていうのが若干わかりましたね。これもう映せない、映せますね、映せたな。 M93 ある映せないのおかしいなと思ってたんですよね。この辺がやっぱりちょっと鍵だな。ということで一旦セーブします。なんか作業な感じになってますねこの回。前回はね結構なんだアクロポリスタワーでね、なんかボス戦とかあっていろいろこういい感じになったんですけども、これはなんか地味なのに結構きついっていう実況者泣かせですね。これはなんかバイオハザードっていう、なんだバイオハザード3でいう何いたな、誰だったかな、ここ敵出てますね、多分配置されてますね。あれ出てないの、出てなかったっけ。いやでもいるってなってるけどな。あ、はいはいはい、ここか、わかりました。誰がいるかわかりましたね。こっちちょっと後にします。MP を大きく回復できるモンスターが出ますので、こっちはちょっと後にします。のでこっちの敵から倒します。ここ多分ね馬が2匹いるんで、MP をもうここ存分に使っても、問題ないと思いますよ。馬は2対1ですよ。馬が2対1ということで、ネクロシスを当てます。まずい！危ない。危なかった。危なかったですね、今ね。プラズマの射程もそんな長くないのか。プラズマ撃ちましょう。プラズマも連発して倒します、こいつは。あとはもう節約でやります。結構怖いんでプラズマ連発しました。プラズマ多分使ってプラズマはね、相手をひるませたりとか、ネクローシスを毒の方でいいとすれば、プラズマはやっぱりダウンを奪ったりとかっていうのに長けてますね。このゲーム今後、このプラズマとネクローシスが、鍵を握ってきます。上もいるか。まあ、とりあえずルーム1から倒しておきます。ルーム1と上のモンスターを倒したら一旦セーブ入れてっていう感じか。うん、このパートはちょっといろいろ説明になってしまった。パラサイトイブを、これからもしやろうと思っている方がいらっしゃったら、まあ、参考というかね、まあ参考にはならないかもしれないですけども、
まあ、少しでもね、これ何がいるかというとね、これ赤ちゃんです。要するに赤ちゃんですね。この赤ちゃんっていうのは、基本的に攻撃すれば爆発するんで、まあ、当然爆発はもらえば死にます。が、こいつら倒すことでですね、MP がすごく回復しますので、ネクローシスは届かないね。プラズマ当てます。はい、こういう感じですね。ちなみにあの爆発は大ダメージ。あ、そんなに MP 回復しないな。そんなに MP 回復しないな。はあ。赤い方か、回復するのは。赤いタイプと、今の爆発しかできないタイプ2種類あるんですけども、そうか、赤い方か。ですね。ということで、一旦セーブしに戻ります。カット。はい、カットしました。あとは、あと1箇所ですね。このパートは、あと1箇所倒せば。前回のイベントがですね、イベントの分でオープニング7分ぐらい撮ってしまっているので、そんなに撮れないですね。うわ、お前らかよ。マジか、こいつらいんのか、ここ。ちょっと予想外のやつが出ました。7なんで3発打てんのか、今。ネクローシスは今3発打てるから、3発内に足りるのか。やばいな、こいつらか。デッドリモードにしか出ない敵です、こいつらは。ちなみに。お前らか。ネクローシスがこいつらは効きます。ので、なんとか2匹にネクロを当てたいが。危ない。ここにいれば当たんないですね。2匹にネクロ当てたいんで、直線に来てもらえれば当てれます。よし、これ当てれるな。こうなったら勝った。こうなれば敵攻撃できませんので、あとはタコ殴りにします。ネクロ室が切れる前にタコ殴りします。ただこいつたまにですね、ブレインタッチっていう、ダメだ、今ここで撃ったら死ぬ。ネクロ撃って、ブレインタッチっていう近接攻撃、パンチをたまに撃ってくる時あるんで、それだけ注意したいですね。当てて、あ、今のやつですね。これだけちょっとやばいんで、一匹倒した。はい、乗り切りました。ネクローシスが、あいつはネクローシスが効きます。あ、よかった。結構鬼門だったんで怖かったですけども、乗り切ることができました。ということで、こっち、モーテル6号室に着きましたので、着いたと同時に、敵をすべて倒してるのかな ?3、4 がまあいけないから、3、4はまだ鍵かかってて入れないから、3、4入れないな。ちょっと3、4入れるかどうかだけ確認してきます。はい、鍵かかってました。3、4って言ってたの、ちょっとわけわかんないなと思ったんで、1階にある、モーテルの部屋、ルーム12ってあるんですけども、あれの3、4、鍵マークがあるとこですね。あそこ入れませんでした。で、ここモーテル6号室。ここでですね、拠点になりますね、ここは。セーブポイントです、いわゆる。バイオハザードみたいにですね、セーブポイントの、ザ・セーブポイントみたいな音楽が流れないので、ちょっと分かりにくいですけども、いわゆるちょっとした拠点になりますね、ここは。これいらない。で、だ。こっちに、次、こっちに行くことになるんですけども、この先ですね、デザートチェイサー、さっき言った馬のね、群れに、次回のパートで襲われます。乗り切れるのかどうか、ちょっとね、山場になるんですが、今見えてる男の人ね、あれ、カインっていう
男の人です。結構重要なキャラクターになります。あいつは下に馬がいっぱいいるんで降りれないんですね。そういうやつです。あいつははしごがあるわっていうのを一回調べておいて、でここで一旦セーブを挟みます。でこのパートそろそろ切ろうと思います。今回のパートね、説明ばかりになってしまったんで、パラサイトイブもうやることはないよっていう方にとってはね、特に面白くないパートになったんじゃないかなと思いますが、これね、これ一応なんていうか、僕が集会でいろいろ使ってきた、その率が表示されているパラサイトエナジーになります。実はね、ヒーリングが一番使ってたりとかね。まあ、こういう感じなんですけども。僕の一番、このゲームで一番好きな武器、ちなみに P229 っていうハンドガンが一番好きですね。ドンファバトン結構今回のパートで、今回の回で使っているので上がってきてるんですね。で、こういうパーセンテージも一回クリアすることに出たりとかもしますね。ということで、この辺でこのパート切ろうかなと思います。次回のパートね、もう少し面白いパートになると思いますので、またよかったらね、見に来ていただければなと思います。ということで、お疲れ様でした。